ジオネームブラザーフットオブスティール、有吉さん、あ、これまたジョジョの話ですね。有吉さん、先日ジョジョの奇妙な冒険実写映画を務めるキャストが発表された際に、ネットに潜むオタク、童貞、ハゲ、デブ、不女子、絵描き、コスプレイヤー、ブス、バカ、および社会に何にも貢献していないその他のクズが最悪のキャスト、原作無視かよ、再現できるわけない、テラフォーマーズ監督した三池かよ、やれやれだぜとか、揃いも揃ってほざいてやがりました、ね、まだ言ってるかバーカー、毎度毎度飽きねえな、まったく。普段は二次元キャラの誕生日祝ったり、ブスのくせに二次元キャラの格好したり、二次元キャラでしこってやがる癖して、今さら三次元にクレーム入れてんじゃねえよ。大衆を楽しませるために毎日切磋琢磨してる映画業界と真逆に位置するクソダメでパソコンにかじりついてるてめえらに発言する権利があるわけねえんだよ。漫画原作のキャラ演じるために生まれた山崎賢人と神木隆之介、ジョスター家特有の体型を再現できるのは伊勢祐介だけ、拷問、闇金、黒ひげ俳優の山田孝之、見るたびに体型が違うカメラの女優の水木有沙、どう見ても最高のキャストじゃねえか。ついでにかつては超バイオレンス映画で本領発揮してた和製タランティーノこと三池崇史監督が撮るんならネズミのニコゴリも完璧に再現してくれるだろうし、願ったり叶ったりだろうが、それでも文句あんなら薄暗いダニだらけの部屋でな、この世界から実写映画がなくなりますようにって死ぬまで祈ってるブス。言いますね、熱がありますね。どうしたの、ね、そんなニュースないかなと思うんですよね。なんだね、でも応援してる、うん、僕なんてジョジョめちゃめちゃ好きなんですよ、うん、めちゃめちゃ好きですけど、別に実写化に関して別に何にも文句はないですよ。自分の中で、自分の中でベストはありますけど ね、まあ、ね、全然ないけどな、うん、難しいね、うん、まあでもいいんでしょ、賛否両論ってやつでしょ、そうですね、いやでも見に行く人はいるしっていうことでしょ、うん、さあラジオネームベネット静香からした、アリスさん、映像分解の冒涜こと坂口アンリ改めアンリの AV デビュー、 AV デビュー作品What's the Day が10月1日無敵から発売されました。私はこの AV を命を削る格好でチェックさせていただきました。とりあえず一言、なんて乳首だ。遠目に見ても分かるぐらいの超ロングサイズじゃねえかよ。どっちかっていうと元芸能人っていうよりデリヘル10年目の選手の乳首だろう。オファー出してくれた無敵さんに足向けて眠れねえぞ。ていうかこの乳首って小峠しゃぶってるわけだよな、うん、ということはまさか、おい小峠、お前前儀の時バキュームかましすぎだろ。おかげで元カノの乳首大変なことになってんじゃねえかよ。全国の風俗場の皆さん、ハイパーバキュームクソ坊主小峠エイジにくれぐれもご注意ください。あなたの乳首は危険にされています。ストップ小峠、うん、すごいな、小峠関係ないからね、もうかわいそうに。大丈夫、三平、アリさん、ガラパゴス諸島に生息するエスパニョーラゾウガメをご存知でしょうか、うんうん、50年前にはオス2匹、メス12匹まで個体数が激減したそうですが、うんうん、ディエゴという名の100歳オーバーのオスガメが6匹のメスと交尾しまくって800匹もの子孫を作り、絶滅の危機から救ったそうです。すげえ、ディエゴお前クソエロいな。ミノモンタみたいな面しやがって。まさか女子ガメのケツ触って番組降板したんじゃねえだろうな。お前の血を受け継いだ子ガメたちも全員立派なエロガメだから絶滅の心配ないだろうけどな。次男坊の手癖の悪さにだけはマジ注意しとけよ。あいつ路上で寝てるから、寝てるカメリーマンから財布盗むぞ。セックスもいいけど息子の教育もしっかりな。長生きしろよエロジジイ。すごいね、カメもね、こんなことあるんだね、800匹作るってすごいね、それはなかなかできるんだ、それ、ね、ラジオのブラザーフットボスティール、有吉さん、パブロ・ピカソ作ゲルニカこと藤田ニコルの顔面備蓄ソフト笑いがツイッターにてこんなこと言ってやがりました。最近テレビ出るたび顔変わったって言われるけど整形してないからな。それに対して数少ないファンたちは、整形してたら気づくよ、元から可愛いけど日に日に可愛くなってるよ、本当に大人っぽくなった、努力した証拠とフォロー。ブス同士が絆め合って涙出るな、おい、毒もに毛が生えたてめえなんかが整形疑惑で持ち上げられるわけねえしな。前と変わらずパプアニューギニアにいる部族の戦闘用の仮面みたいな面してんじゃないかよ。安心しろ。そもそも熱狂的なファンの目ん玉なんて節穴に決まってんだから、そんな狭い世界の意見なんて求めんじゃねえ、もっと視野広げろ。ちょっと待てよ、最初から目が離れてんじゃねえか。やめさせてもらうわ。ラジオネーム、うん、ダッヒ、うん、
アリエさん、働く者の味方、ゲスナーの敵こと日経新聞にマラソンとベストな心拍数に関してこんなことが書かれていました、はい、日常的にトレーニング積んでいる人なら205から 0.5 かける年齢を引いた数値、運動を習慣的にしてない人は210から 0.8 かける年齢を引いた数値が目安となる。それでも個人差があり、運動後20秒以内に脈拍を10秒測り、その数値を6倍にして10を加えれば割り出せる。おい日経、数字多くて何言ってか分かんねえよその通りですね。いいか、マラソンは根性なんだよもっと楽に金稼げる仕事とか書けバカ難しいね、数字で言う。確かに面倒くさい、ね、分かんないですね。のちさん、メモすんのやめてちゃんとメモしてますね今の数字マラソンって言うとね、ついついそうですよね。ラジオネーム先走りガジル、とても興味深いニュースがありましたので報告をいたします。ポリパリのブリュノ・ジュリアール副首相は近い将来ヌーディストのための公園を市内に開園する計画であることを明らかにした、早ければ来年夏開園予定だそうです。これは朗報です。おちんちんヌーディストの私もこの公園なら防犯ブザーに怯えることなくおちんちんヌーディストできます。でもパリは遠くていきません。そこで小池百合子都知事、都内の公園大きくなくても大丈夫です。小さな森と芝生の丘のある公園をヌーディストに開放してくださいこういうのっていつも思うけど、そのヌーディストビーチとかもあれ別に普通の人も裸になれば行けんのかね。行けるよね多分ね、全員が裸になれば、ね、ますよね。っていうことはこの公園も行き何でもないのに行く人いるんだろうな。まあでもヌーディストにとってみればそれでいいんだよね、別にそれ見られてもね、見られてもこっちの味方にすればいいんだからね、うん。昔はいいなとヌーディストビーチ行きたいなと思ったけど、今そんな行きたいと思わないね、なぜか。まあ、そうですね、恥ずかしいですねやっぱね。恥ずかしい、はい、恥ずかしい。見られるのか、見られるのがとかいうか、その感じがね、いつも服着てるのに裸で登場っていうのがちょっとやっぱり裸で登場っつってもみんな裸だから、みんな、まあ、銭湯みたいなもんだからね、いわゆる。ああ気持ち的には日焼けしたり、うん、こう全員がこう、まあ、ビーチベッドで寝たりするっていう、今ヌーディストビーチの説明しないで、それは知ってるからみんなの共通認識の中ではい、今想像してる、気持ちの問題言ってるから、すいませんシンプルに謝らないでください。もういくつになった？今51歳です。一郎だね。一郎だねって。一旦ブレイクします。ラジオネームペケミニ。有吉さん、ムッツリヤリチンこと川谷絵音のシャバ像がツイッターでこんなこと言っていました。ZIP 東京の公演をもってインディゴラエンドとゲスに極み乙女は、ゲスの極み乙女は当面の間ライブ活動を自粛いたします。いつも応援してくれているファンの皆さん、本当に申し訳ございません。必ず戻ってくるので待っていてください。はぁ、だっせお前、必ずケツの吹き方くっそだせえな。中途半端な面した女を 2,3 人抱いてくれて活動自粛してんだよねタコミュージシャンだったらこのタイミングでな、サザンオールスターズの女呼んでブギのカバー出すんだよ。口八丁手八丁でベッキーの人生めちゃくちゃにしてよ、サンミュージックの台所火つけて、よく知らない未成年の三流タレントに酒飲ませてチンコ突っ込んでよ。そんな男が女呼んで揉んで抱いていい気持ち、女なんてそんなもんさって歌ったら最高にかっこいいじゃないかよ。声ダメみてえな面してんだから女遊びも芸の肥やしにしろブス。お前ほんとしょうもねえ歌舞伎役者みてえな野郎だな。中村絵音襲名してやっからよ、酒飲んで世田谷警察署の前赤信号無視して謝罪会見で不徳のいたすところですの、ね、一点張りしてるバカすごい。アンション自粛するんですか、どれぐらい自粛するんですかね。12月31日持って一応休休むっていう、でもそこまで活動するってそうなんですね。それオールスター感謝祭でやってたんですか。いや、オールスター感謝祭では行ってないですけど、はい。ラジオの三平、有吉さん、レッドホットダサペッパーこと水木一郎の野郎がオリコンインタビューでアニソン業界の変化について長々と語ってやがりました。最近のアニソンは J-POP との境界がなくなってきた、そういう変化はいい面でもあるんだけど、一方ではアニソン愛のない人たちが入ってくることもある。僕は愛と誇りを持ってアニソンを開拓してきたつもりだけど、アニソン本来が持っている役割や魅力が失われつつあると感じます。一郎が嫌いだ、あの人を見ていると急に大きい声を出してチンチンを見せてくる近所の変なおじさんを思い出すから一郎が嫌いだ、
真顔がおっかなすぎて直視できないし、私服がダサすぎて笑えてくるから。一郎が嫌いだ。画集院達也と区別がつかねえから。一郎が嫌いだ。アニソン、アニソン、うるせえ。でも同じ人間のはずだ。だがやっぱり一郎が嫌いだというか生理的に無理だ。もうテレビには出てくれるな、隠居しろって。そんな気にならないラジオのセンタービス、有吉さん、スーパーコメディアンピース綾部が先日行われた記者会見でこんなことを言っていました。来年40の年になるということで、ニューヨークで活動をずっとやっていきたいと思います。解散はしませんが、来年3月いっぱいで一旦お休みということです。ビッグになるまで帰ってきません。綾部の熱い意気込みを踏まえ、過去に海外留学経験のある芸能人紹介します。星を学ぶ。8年間ロサンゼルスに在住、麻薬取締法違反で逮捕。小向井美奈子、フィリピンに語学留学、覚醒剤取締法違反で逮捕。マキクロード、一時期ハワイ在住、傷害容疑で逮捕。テネンスリー、大学時代イギリスに留学、公職選挙法違反で逮捕。あやべ、頑張れよ。頑張ってほしい。まあこの芸能人とかだと特にそうなのかな。やっぱり日本にいるとなんか誰かから見られてるような意識がやっぱりこう自我をこう保ってるんだけど、海外に行って自分のこと誰も知らないなっていうところに行ったら、ちょっとなんか羽伸ばしたり気緩んじゃったりするのかね。あ、まあ、って思うな、ね、多分この人たちがそういう風になったのはちょっと、ね、寂しいね、そんなことじゃ。うん、寂しいですね。野内さんもだからダメよ、ボルダー行ってそういうことやっちゃ。あ、もうそういう、コーチトレーニングしに行ってんだから、ね、コーチトレーニングして、うん、ちゃんとインターバルトレーニングをして体を作って、うん、もっと高いところ、もっと高いところに来て、もっと高いところへってなっちゃダメだよ。危ない危ない。もちろんですね。はい、娘2人も連れてってんだから、その健全に、うん、はい。ラジオネーム美は乱調にあり。有吉さん、雑種の焼き豚こと大仁田敦の野郎がまた引退するらしく次のように言ってやがりました。さよならツアーみたいなのやれればなと思う。儲け主義と言われても仕方ねえ。まだ電流爆破見たことがない人だってたくさんいるわけだしな。おいみそろ、聞いてるか、お前が目指すものはこれだ。大仁田ぐらい引退と復帰繰り返してりゃな、批判に次ぐ批判、炎上に次ぐ炎上、業界からもプロレスファンからも嫌われまくって、それでもなお引退と撤回繰り返せば、そのうち誰も何も言わなくなって、それなりに飯の種になるんだよ。お前には大仁田のような図太さが足りないから、プスプス炎上くすぶり続けるんだろバカ。だから何でもいいから早く次の CD 出せね。でまた高めのノルマ設定して、クリアできなきゃ引退するってぶち上げて、予定通り引退撤回して、それを何回も繰り返せ。とりあえずな、体鍛えて大仁田とリング上がれ。それでな、電流爆破と大仁田の性質やびろ。それで意気投合して2人でパチンコ屋の営業行って、最終的に我が家の杉山加えた3人でドライブは午後出ろ。いいか、お前のゴールそこだぞ、キサラじゃないぞ、忘れるな。優しいやつだな、これ。優しいっすかね。優しいのかな、これはね。なってますね。まあバンドの解散とプロレスラーの引退は信用するなっていうね。ああ、なるほど。これはやっぱそのビジネスにつながるからね。やっぱ解散、引退っていうのはお客さんグッと来るし、また復帰っていうのはいっぱいお客さん来るし、まあそれを繰り返していけば、まあ結構な儲けにはなるわね。あんまりでも、まあやりすぎると信頼を失うこともあるけどね。だからあんまりそういうのは、まあ、信用するなとは言うわね、はい。プロ野球選手の引退を信用するななんて言葉はないからね。ないですね。やっぱりなかなか、うん、まあ、のっちさんのオールスター感謝祭の、はい、まあ、赤坂5丁目ミニマラソンの、はい、引退は信用するなって言われないようにしないと、うん、でもそうですね、次回からもう言った方がいいんじゃない、はい、これないんじゃなかったら引退しますって自分からですか、言った方がいい、ほら商売になるでちょっと注目されるじゃん。でダメだったら泣いて、すいません、もう一回やらせてくださいってやって、また次に、これは今回はこれができなかったら引退しますってまたすいませんってやってるのが本当に呼ばれなくならないですか。いや絶対大丈夫です、これは。本当ですか、やってほしいな。今のまんまの、今のまんまの感じで9位とかが一番嫌だから、はい、俺サイドは。わかりました、俺サイド
いやいや本当にこれが本当に正しい意見だと思って、ちょっとボルダーに行って合宿してきます。一旦ブレイクします。あ、待って、マキのさっきボルダーのことボルドーって言ったから、言いました。そう、フランスのワインの産地に行って何を取れにしてるんだろうって。ちょっとほろ酔いで気持ちいいです。すいません。一旦ブレイク。ラジオの三平、有吉さん、ドスケベ雪だるまこと小野ののかさんが今田はちみつのおしゃべりジャングルという番組で MC の今田さんからどのぐらいのギャラなら AV 出ると聞かれてこんなことを言っていました。10億嘘です、10億でも出ません。有吉さん、いや、ニコニコまんじゅうファイナンス有吉社長、月額5万円の家賃を滞納している私がこんなことをお願いするのは筋違いかもしれませんが、何も言わずに11億円ほど貸していただけないでしょうか。社長の財力とあの子のマシュマロボディをもってすれば業界初のミリオンセラーも夢ではありません。サンドルプロデュース第1弾、おのののか、ゲスナー100人組手、でっかい花火ぶち上げましょうや。出んじゃないでもね、え、はい、多分もしかしたら、ただ10億払う会社あるかな、おのののかに、この三平以外。ラジオネーム妖怪きなこじいじい、有吉さん、とにかく取れない白豚こと村上春樹の短髪日焼け野郎がまたしてもノーベル文学賞を取り逃がしてやがりました。おい白豚、てめえこれ何回目だ、何回同じ失敗繰り返すんだって聞いてんだバカ野郎。毎年毎年秋口に今年こそはと大騒ぎしては結局取り逃がしてるのね、よく懲りねえな。お前みそのか鬼田か、毎年同じことを繰り返さないでな、少しは改善しろと言いたいところだけどな、俺もいい加減に今年はお前が受賞するんじゃねえかなと思っていろいろ調べたぜ。そしたらお前イギリスのブックメーカーの予想だとグギはジオンゴって人に次いでの2位だったもんな、世界で2番目にノーベル文学賞に近いってことだもんな、それしょうがないよな、今年は1位のグギはジオンゴさんに譲ってよ。来年こそは辞典のお前の番だから頑張ろうなって、グギはジオンゴも取ってねえし、ボブ・ディランが受賞する最高にロックな展開になってるし、白豚お前多分ノーベル文学賞一生無理だから諦めろ、で来年は作家のお前がグラミー賞狙え。グラミー賞取ったら流行家並みの文学とか批判してるアンチを一気に見返してやれるぞ、頑張れよ白豚。ちょっと事情を知らない人にね、ちょっと説明しとくから、はい、この番組では村上春樹さんのことを白豚と呼んでおります。しかし村上春樹さんご本人は決して白豚のような外見ではございません。シュッと体を鍛えられてて日焼けもされていて、全く白豚とは真逆のね、精悍な容姿をされた方なんですけども、これちょっと私の初期の頃の勘違いで村上龍さん、村上龍さんは白豚ですけどね。ちょっと村上龍さんと村上春樹さんちょっと取り違えてしまいまして私が、それで村上春樹さんを白豚呼ばわりしているっていうことになっておりますので、ちょっとご容赦ください。わかりました。ラジオネーム三平、有吉さん、最近は主にインスタグラムを頑張っている浜崎あゆみさんの元彼内山マロさんが日本一コメント数が少ない不人気ブログでこんなことを言ってやがりました。ゲスの川谷さんが活動辞職っていうニュース見た、なんで辞職するんだろう、しなくていいのに、アーティストは道徳もんじゃないし一般人の模範になるために歌ってないだろう、一般人と違うから輝いているのに、どうでもいい一般人がああだこうだ言うからアーティストは生きづらい、はぁ、アユと不倫して有名になってすぐ捨てられてホームレスになって信じがたいほどダセい歌でソロデビューして全然売れなくてタレント業かじって和歌山県にマロ農園とかいう無農薬栽培の農園作って放置して渋谷区の選挙出て落ちて断食カウンセラーとかいう怪しい資格取って女性向けの AV 出て歌舞伎町でホストになってゴリゴリに浮気して奥さんにバレて別居してるようなどうでもいい一般人がああでこうだほざくなしこって寝ろ。かっこいい。
よく知られたな、内山マロのことに。ラジオネーム、ブラザーフットオブスティール、有吉さん、個人的にぶん殴りたくなる顔面ナンバーワン俳優こと野村周平の大根野郎が自身が出演した映画のイベントでこんなことを言ってやがりました。小栗旬、妻夫木聡らと共演した今作品の撮影ではビルの11階の高さから宙吊り状態を経験。イベントでは監督に対して昼休みが一日中宙吊りでした、試練かなと耐えましたが監督は有罪です。うるせえよ、ガタガタ言ってんじゃねえタコは。ゆとりを盾にいつまでおしゃぶりしゃぶってるつもりだおい。映画っていうのは昔から鬼畜な監督と悪名俳優が化学反応ぶちかますもんなんだよ。三船敏郎に向かって本物の矢を放った黒澤明、役作りのために髪の毛を抜いたり歯を削ったりタクシー会社に就職したロバート・デ・ニーロ、許されざる者を演じるには若すぎるという理由で脚本を15年間寝かした後に撮影を始めたクリント・イーストウッド、ジョーカーのヤバさを憑依させるために1ヶ月間ホテルに引きこもったヒース・レジャー、ダイ・ハードで殺人役の俳優を高層ビルから落とすシーンで 1,2,3 のタイミングで落とすと言ったのに1位で落としたジョン・マクティアナン監督、分かったか、ここまでやってな、ようやく一流って呼ばれるんだよ。てめえみたいな間抜けは余計なこと言わねえでな、バカみたいにインスタやってるわ。みんなインスタ嫌うな。すごいね。ラジオネームオマットさんでした。有吉さん、2016年のノーベル文学賞にアメリカのシンガーソングライターボブ・デュラン氏が選ばれました。選考に当たったスウェーデンアカデミーは、受賞理由として新たな詩的表現を創造したと明かしていました。有吉さん、少し早いですがノーベル文学賞受賞おめでとうございます。有吉さん、以前サンドリで福山雅治の桜坂を新たな詩的表現でリメイクしたしこり坂を発表しましたね。おそらく今回はボブと有吉さんの一騎打ちでボブの方がもうちょいで死ぬからお情けで受賞したと思われます。おいマスコミ、来年は白豚信者のハルキストども追っかけねえで俺たちゲスナー、いやヒロイキストを特集しろ。代々木公園でワンカップ片手に通行人のスマホ覗いて受賞の速報を待ってるからちゃんと撮影しに来い。ああ、なんだか有吉さんが遠い存在になっちゃったな。君でもっとしこりたい。しこり坂ないんですよ。しこり坂で取れんのか、じゃあちょっと楽しみだな来年。あげとこう。パン。ラジオネーム三平。有吉さん、仮面の忍者赤ハゲことゲッターズ飯田様がツイッターでこんな素晴らしいことをおっしゃっていました。目立ちたいから他人の悪口を言う人、注目されたいから悪意ある言葉を使う人は運を逃がす。悪口を言っていることに気づかないで言葉にしている人は必ず不運や不幸になる。許せない人、嫌いな人、自分を嫌っている人に感謝し、その相手の幸せを願うと幸運を引き寄せられる。ごちゃごちゃうるせえなこいつ。悪口にビビりすぎじゃねえか。つまり俺の悪口を言うと不幸になるからやめとけっつう脅しだろこれ。ちょっとだこのクソ野郎、誰がやめるか。お前に感謝するぐらいならまんぐり返しの体勢でしこってセルフ感謝決めとかましたバカ。おっといけねえ、不幸になっちまう。変態みたいな仮面をつけて耳障りのいいたわごとでバカを騙し、有料占いサイトに誘導し小銭を稼いでいる飯田様が幸せになりますように。これでよしと。幸運なんかいらねえから家賃よこせ。あげときます。ダンブレイク、ラジオの三平。有吉さん、ど素人が家の中で異性とくっちゃべってるだけのクソ番組テラスハウスの人気メンバーだった永井理子さんが陰で男性メンバーとキスをしていたことを他のメンバーに暴露され、 YouTube のインタビューでこんなことを言ってやがりました。信じてた人に裏切られるってこういうことなのかなと思っちゃった。誰を信じたらいいかわからなくなっちゃった。でも本当はそう思いたくないんですよね。うるせえクソガキ、誰だてめえ。
ラグビー日本代表でありゲスナー代表でもある畠山選手のツイート読んでやるからよく聞いとけこの野郎。以下畠山選手のツイートです。テラスハウス見てキャーキャー言ってる奴らは昔から恋愛で困ったことなんてないただのリア充、二十歳過ぎても童貞でガチで童貞のまま死ぬか未練タラタラの生き量になるかだったら生き量になるかだった人間から言わせれば人の恋愛でキャーキャー言ってる暇あるならくせえ兵こいって寝るわその通りえら全員畠山選手の尿袋食って気絶しろこれは臭そうだな畠山選手の尿袋もなかなかのもんでしょう大きそうそうですね大きそうファイターですからあんまり畠山さん巻き込んでやるなよラジオネームおゆアリエさん広島黒田博樹投手の引退を発表した10月18日広島の放送局が夜7時から2時間枠で特別番組を放送しかし黒田選手の引退会見はわずか約7分で終了その後はゲスト出演した野球解説者達川光男氏のトークショー状態となりインターネット上では話題になってやがりました2時間取りすぎだろでこの番組が視聴率 19% って何考えてんだ広島県民広島さん 40% 超えますからねもういやすごいですねラジオネーム三平アリスさん A ちゃんになり損ねたレザーゴリラこと高橋ジョージ氏が中村雅也西名雅樹とともにバツアリ三人衆としてダウンタウンデラックスに出演をし元奥さんについてこんなことを言ってやがりましたレインボーっていう名前の犬を飼ってたんですけど犬も一緒に出て行ってしまってそれがある日元嫁さんの SNS を見てたら犬の名前が変わってたんですよ三つ豆になってましたおいクソジョージそのエピソードを別の番組でもドヤ顔で話してたけどよまさか鉄板だと思ってんじゃねえだろうな一応言っとくけどクソつまんねえぞネットストーカーじゃあるめえし別れた嫁さんのブログ覗いてごちゃごちゃ言うなマジでちなみに三船が飼ってる犬の名前三つ豆じゃなくてお豆な一日3回三船のブログ見てる俺が言うんだから間違いねえわ以後気をつけろドジ一日3回三船美香のブログ見るなよ大丈夫ペケミニ昨年20歳年下と再婚したクソヒゲラクダことラモス類の尿袋野郎が港区に最近のやつまとめて入れてくるなよクソヒゲラクダことラモス類の尿袋野郎が港区の高級焼肉店で独身の OL と食事をした後タクシーの中でディープキスをし始めその一部始終を見ていた女性自身の記者に直撃をされると慌てながらこんなことを言っていましたキス？いやいやいや覚えてないよほっぺだよほっぺほっぺにしたと思うよ口づけは奥さん以外にやらないよ僕は奥さんを心から愛してるから不倫なんてありえないよ言い訳するつもりはないけど記事の書き方は気をつけてくださいね僕は奥さんを魂で愛してるんだよお前ドーハでもみっともなかったけど港区でもみっともねえなマジでバブル期のサッカー選手ってクソばっかじゃねえか年俸どれだけ取ってしょうもねえプレーしてよ現役時代の自慢話っつったら派手な女遊びばっかでなワールドカップ目前でイラクにひっくり返されて不倫相手とセックス目前で週刊誌にひっくり返されてお前が言うサッカーの神様が本当にいるならよ真っ先にお前がバチ当たらなきゃおかしいだろ今すぐその汚れロング引っこ抜いてなアルシンドになっちゃうよあ、キサザワもな北沢関係ねえだろ北沢関係ねえだろあげとこうパンラジオネームダヒ有吉さん人のチンチンを見て育つこと小学校の男子トイレを洋式の個室だけにする動きが進んでいるとのことです理由は小便器があると個室に入った時排便だと分かり同級生にからかわれるからだそうですバカ野郎うんこはみんなするもんだ教えるのが教育だろう問題から目を背けんじゃねえ40超えてな毎週日曜8時アナルアナルって喜んでるうちの有吉さんに恥かかせんじゃねえぞ
私はトイレでクソするのがやっぱ小学校の時やっぱ嫌だったからね、あれですよ、トイレ行かずにあの植木のところでやってました。校庭の中のあの木がゲレンデとかがあるでしょ、はいはい、そういうところでクソしてやりました。逆に目立ちそうですけどね。そのトイレ行く、トイレがやっぱ一番注目されてるから、もうトイレの腹くさん状態だから、トイレの和式のところが閉まってたら、大便器の方が閉ま、ドアが閉まってたら、もうみんながもう砂糖に群がるアリのように集まってきますから、これは裏書いてね、やっぱりちゃんと記念銃のところでクソしてやる。で自分が一番に見つけて、うわこんなところにクソがあるの。殺人犯と一緒だよ。うまい。インタビューに答えちゃう。インタビューに、ね、答えちゃうっていうやつ。あれちょっと速報。ラジオネーム走り熊福島 FM。 有吉さん速報です。先ほど話題にあったアジリアバンクスさん、有吉さんと同じ5月31日までです。これは何かの運命でしょうか。やっぱ惹かれ合うんだな。めちゃめちゃ気になったもん、行動が気に入っちゃったんだもん俺。あの白豚に対する行動が、お前ら喉かっきってやるんだよ。アジリバンク、やっぱりそうだ、血が一緒なんだ、やっぱちょっと流れてる。ラジオの匿名、有吉さん、アジリアバンクスはラッセルクローに差別主義者で女嫌いの豚と言い放ったらしいです。あながち有吉さんのラッセルクローへの見解は間違えてないかもですね。ラッセルクローってウィッチャーっぽいですよね。まあそうあるけど、ほらすごいよ、ほら反省が、いや俺一緒だわ、俺も言う、言いそうになるもん、やっぱラッセルクローに差別主義者で女嫌いの豚がよっつって。最高じゃん、アジリアバンクス、本名アゼリア・アマンダ・バンクス、かっこいい。これ俺と結婚したら有吉アマンダバンクスになる。そんなに違和感ないよね。まあそうですね。アゼリアアマンダバンクスが有吉アマンダバンクス、そんなに、ね、いやバンクスが名字じゃねえか。いやいいですよ。いやアジリア、アジリアバンクスさんを私もう今大ファンになりました。曲は何も知らないですけど最高です。はい、あごめんなさい、さっきの、 あの匿名じゃない方あげ、走りグマさんあげときましょう。パン、あいつこんなこと言ってました、戻ります。はい、ラジオネームビワランチョウにあり、有吉さん、横須賀のセルゲイブブカこと窪塚洋介の野郎が都内で行われた映画沈黙サイレンスの記者会見に出席をし、巨匠マーティン・スコセッシ監督の映画でハリウッドデビューすることについて次のように語ってやがりました。決まった時はまさに狐につままれるというかドッキリなんじゃねえかなと思って、撮影を終えて今ここに来てやっと現実なのかもなって感じになってきました。おい窪塚、お前が見てるその現実は全てお前の見ている夢だ。そして俺は人の夢と現実を行き来するジェイコブス・ラダーの能力者だ。お前は今もまだ病院のベッドの上にいる。お前がダサいジャパンレゲエ音楽やってるのも、サージルエリカのおっぱい触ったのも全部夢だ。そしてその記者会見でお前の隣にいたのはマーティン・スコセッシではない、マーチン・チン・シコシコ精子だ。じゃあまた夢だろう。I can fly。 いい加減にしよう。ブレイク。しろ、そもそも熱狂的なファンの目ん玉なんて節穴に決まってんだから、そんな狭い世界の意見なんて求めんじゃねえ、もっと視野広げろ。あちょっと待てよ、最初から目が離れてんじゃねえか。やめさせてもらうわ。ラジオネーム、どう、ダッヒ、うん、有吉さん、働く者の味方ゲスナーの敵こと日経新聞にマラソンとベストな心拍数に関してこんなことが書かれていました。はい、日常的にトレーニング積んでいる人なら205から 0.5 かける年齢を引いた数値、運動を習慣的にしてない人は210から 0.8 かける年齢を引いた数値が目安となる。それでも個人差があり、運動後20秒以内に脈拍を10秒測り、その数値を6倍にして10を加えれば割り出せる。おい日経、数字多くて何言ってか分かんねえよ。その通りですね。いいか、マラソンは根性なんだよ。もっと楽に金稼げる仕事とか書けバカ。難しいね、数字で言う、確かに面倒くさい、ね、分かんないですね。のちさん、メモすんのやめて。ちゃんとメモしますね。今の数字マラソンって言うとね、まあ、そうですよね。ね、
ラジオネーム先走りガジル、うん、とても興味深いニュースがありましたので報告をいたします。ポリパリのブリュノ・ジュリアール副首相は近い将来ヌーディストのための公園を市内に開園する計画であることを明らかにした、早ければ来年夏開園予定だそうです。これは朗報です。おちんちんヌーディストの私もこの公園なら防犯ブザーに怯えることなくおちんちんヌーディストできます。でもパリは遠くて行きません。そこで小池百合子都知事、都内の公園大きくなくても大丈夫です。小さな森と芝生の丘のある公園をヌーディストに開放してください。こういうのっていつも思うけど、そのヌーディストビーチとかもあれ別に普通の人も裸になれば行けんのかね。行けるよね多分ね、全員が裸になれば、ね、行けますよね。っていうことはこの公園も行き何でもないのに行く人いるんだろうな。まあでもヌーディストにとってみればそれでいいんだよね、別にそれ見られてもね、こっちの味方にすればいいんだからね、うん、昔はいいなとヌーディストビーチ行きたいなと思ったけど、今そんな行きたいと思わないね、なぜか。まあ、そうですね、恥ずかしいですねやっぱね。恥ずかしい、はい、恥ずかしい。見られるのか、見られるのがとかいうか、その感じがね、いつも服着てるのに裸で登場っていうのがちょっとやっぱり裸で登場っつってもみんな裸だから、ね、まあ銭湯みたいなもんだからね、いわゆる。あ、気持ち的には日焼けしたり、うん、う全員がこう、まあそうね、ビーチベッドで寝たりするっていう。今ヌーディストビーチの説明しないで、それは知ってるからみんなの 共通認識の中ではい、今想像してる、気持ちの問題言ってるから、すいませんシンプルに謝らないでください。いくつになった？今51歳です。一郎だね。一郎だねって。一旦ブレイク。ラジオネームペケミン。まあそうですね。ビーチベッドで寝たりするっていう。今ヌーディストビーチの説明しないで、それは知ってるからみんなの共通認識の中で。はい、今想像してる。気持ちの問題言ってるから。すいません。シンプルに謝らないでください。いくつになった？今51歳です。一郎だね。一郎だねって。一旦ブレイク。ラジオネームペケミニ。有吉さん、ムッツリヤリチンこと川谷絵音のシャバ像がツイッターでこんなこと言っていました。ZIP 東京の公演をもってインディゴラエンドとゲスに極み乙女はゲスの極み乙女は当面の間ライブ活動を自粛いたします。いつも応援してくれているファンの皆さん、本当に申し訳ございません。必ず戻ってくるので待っていてください。はぁ、だっせぇ。お前、変わらずケツの吹き方くっそだせぇなぁ。中途半端な面した女を2、3人抱いてくれて活動自粛してんだよね、タコ。ミュージシャンだったらこのタイミングでな、サザンオールスターズの女呼んでブギのカバー出すんだよ。口八丁手八丁でベッキーの人生めちゃくちゃにしてよ。サンミュージックの台所火つけて、よく知らない未成年の三流タレントに酒飲ませてチンコ突っ込んでよ。そんな男が、女呼んで揉んで抱いていい気持ち、女なんてそんなもんさって歌ったら最高にかっこいいじゃないかよ。声ダメみてえな面してんだから、女遊びも芸の肥やしにしろブス。お前ほんとしょうもねえ歌舞伎役者みてえな野郎だな。中村絵音襲名してやっからよ。酒飲んで世田谷警察署の前赤信号無視して謝罪会見で不徳のいたすところですの、ね、一点張りしてるバカ。自粛するんですか、どれぐらい自粛するんですかね。12月31日持って一応休休みもって、でもそこまで活動するって。そうなんですね。それオールスター感謝祭でやってたんですか。いや、オールスター感謝祭では行ってないですけど。はい、ラジオの三平。有吉さん、レッドホットダサペッパーこと水木一郎の野郎がオリコンインタビューでアニソン業界の変化について長々と語ってやがりました。最近のアニソンは J-POP との境界がなくなってきた。そういう変化はいい面でもあるんだけど、一方ではアニソン愛のない人たちが入ってくることもある。僕は愛と誇りを持ってアニソンを開拓してきたつもりだけど、アニソン本来が持っている役割や魅力が失われつつあると感じます。一郎が嫌いだ。あの人を見ていると急に大きい声を出してチンチンを見せてくる近所の変なおじさんを思い出すから。一郎が嫌いだ。真顔がおっかなすぎて直視できないし、私服がダサすぎて笑えてくるから。一郎が嫌いだ。画集院達也と区別がつかねえから。一郎が嫌いだ。アニソンうるせえ。でも同じ人間のはずだ。寂しいね、そんなことじゃ。
寂しいですね。野内さんもだからダメよ、ボルダー行ってそういうことやっちゃあ、もうそういう、コーチトレーニングしに行ってんだから、ね、コーチトレーニングして、うん、ちゃんとインターバルトレーニングをして体を作って、うん、もっと高いところ、もっと高いところに来て、もっと高いところへってなっちゃダメだよ。危ない危ない。もちろんですね。はい、娘2人も連れてってんだから、その健全に、うん、はい。ラジオネーム美は乱調にあり、有吉さん、雑種の焼き豚こと大仁田敦の野郎がまた引退するらしく次のように言ってやがりました。さよならツアーみたいなのやれればなと思う。儲け主義と言われても仕方ねえ。まだ電流爆破見たことがない人だってたくさんいるわけだしな。おいみそろ、聞いてるか、お前が目指すものはこれだ。大仁田ぐらい引退と復帰繰り返してりゃな、批判に次ぐ批判、炎上に次ぐ炎上、業界からもプロレスファンからも嫌われまくって、それでもなお引退と撤回繰り返せば、そのうち誰も何も言わなくなって、それなりに飯の種になるんだよ。お前には大仁田のような図太さが足りないから、プスプス炎上くすぶり続けるんだろバカ。だから何でもいいから早く次の CD 出せね。でまた高めのノルマ設定して、クリアできなきゃ引退するってぶち上げて、予定通り引退撤回して、それを何回も繰り返せ。とりあえずな、体鍛えて大仁田とリング上がれ。それでな、電流爆破と大仁田の性質やびろ。それで意気投合して二人でパチンコ屋の営業行って、最終的に我が家の杉山加えた三人でドライブは午後出ろ。いいか、お前のゴールそこだぞ、キサラじゃないぞ、忘れるな。優しいやつだな、これ。優しいっすかね。優しいのかな、これはね。なってますね。まあ、バンドの解散とプロレスラーの引退は信用するなっていうね。ああ、なるほど、ね。これはやっぱそのビジネスにつながるからね。やっぱ解散、引退っていうのはお客さんグッと来るし、また復帰っていうのはいっぱいお客さん来るし、まあ、それを繰り返していけば、まあ、結構な儲けにはなるわね。あんまりでも、まあ、やりすぎると信頼を失うこともあるけどね。ね、だからあんまりそういうのは、まあ、信用するなとは言うわね、はい。プロ野球選手の引退を信用するななんて言葉はないからね。ないですね。やっぱりなかなか、うん、あ、まあ、のっちさんのオールスター感謝祭の、はい、まあ、赤坂5丁目ミニマラソンの、はい、引退は信用するなって言われないようにしないと、うん、でもで、ね、次回からもう言った方がいいんじゃない、はい、これないんじゃなかったら引退しますって自分からですか、言った方がいい、ほら商売になるでちょっと注目されるじゃん。でダメだったら泣いて、すいません、もう一回やらせてくださいってやって、また次にこれは今回はこれができなかったら引退しますってまたすいませんってやってるのが本当に呼ばれなくならないですか。いや絶対大丈夫です、これは。本当ですか。やってほしいな。今のまんまの、今のまんまの感じで9位とかが一番嫌だから、はい、俺サイドは。わかりました。2006年のノーベル文学賞にアメリカのシンガーソングライターボブ・デュラン氏が選ばれました。選考に当たったスウェーデンアカデミーは、受賞理由として新たな詩的表現を創造したと明かしていました。有吉さん、少し早いですがノーベル文学賞受賞おめでとうございます。有吉さん、以前サンドリで福山雅治の桜坂を新たな詩的表現でリメイクしたしこり坂を発表しましたね。おそらく今回はボブと有吉さんの一騎打ちで、ボブの方がもうちょいで死ぬからお情けで受賞したと思われます。おいマスコミ、来年は白豚信者の春キストども追っかけねえで、俺たちゲスな、いや広いキストを特集しろ。代々木公園でワンカップ片手に通行人のスマホ覗いて受賞の速報を待ってるからちゃんと撮影しに来い。ああ、なんだか有吉さんが遠い存在になっちゃったな。君でもっとしこりたい。しこり坂ないんですよ。しこり坂って取れんのか、じゃあちょっと楽しみだな来年。あげとこう。パン。ラジオネーム三平。有吉さん、仮面の忍者赤ハゲことゲッターズ飯田様がツイッターでこんな素晴らしいことをおっしゃっていました。目立ちたいから他人の悪口を言う人、注目されたいから悪意ある言葉を使う人は運を逃がす。悪口を言っていることに気づかないで言葉にしている人は必ず不運や不幸になる。許せない人、嫌いな人、自分を嫌っている人に感謝し、その相手の幸せを願うと幸運を引き寄せられる。ごちゃごちゃうるせえなこいつ。悪口にビビりすぎじゃねえか。つまり
俺の悪口を言うと不幸になるからやめとけっつう脅しだろこれ。ちょっとだこのクソ野郎。誰がやめるか。お前に感謝するぐらいならマングリ返しの体勢でしこってセリフ感謝決めとかマジだバカ。おっといけねえ不幸になっちまう。変態みたいな仮面をつけて耳障りのいいたわごとでバカを騙し有料占いサイトに誘導し小銭を稼いでいる飯田様が幸せになりますようにこれでよしと。幸運なんかいらねえから家賃よこせあげときます。ダンブレイク、ラジオの三平。有吉さん、ど素人が家の中で異性とくっちゃべってるだけのクソ番組テラスハウスの人気メンバーだった永井理子さんが陰で男性メンバーとキスをしていたことを他のメンバーに暴露され YouTube のインタビューでこんなことを言ってやがりました。信じてた人がしてやれるぞ頑張れよ白豚ちょっと事情を知らない人にねちょっと説明しとくからこの番組では村上春樹さんのことを白豚と呼んでおります。しかし村上春樹さんご本人は決して白豚のような外見ではございません。シュッと体を鍛えられてて日焼けもされていて全く白豚とは真逆のね精悍な容姿をされた方なんですけども、これちょっと私の初期の頃の勘違いで村上龍さん、村上龍さんは白豚ですけどね。ちょっと村上龍さんと村上春樹さんちょっと取り違えてしまいました私が、それで村上春樹さんを白豚呼ばわりしているっていうことになっておりますのでちょっとご容赦ください。わかりました。ラジオネーム三平。有吉さん、最近は主にインスタグラムを頑張っている浜崎あゆみさんの元カレ内山マロさんが日本一コメント数が少ない不人気ブログでこんなことを言ってやがりました。ゲスの川谷さんが活動辞職っていうニュース見た。なんで辞職するんだろう。しなくていいのに。アーティストは道徳もんじゃないし一般人の模範になるために歌ってないだろう。一般人と違うから輝いているのにどうでもいい一般人がああだこうだ言うからアーティストは生きづらい。は？あゆと不倫して有名になってすぐ捨てられてホームレスになって信じがたいほどダセい歌でソロデビューして全然売れなくてタレント業かじって和歌山県にマロ農園とかいう無農薬栽培の農園作って放置して渋谷区の選挙出て落ちて断食カウンセラーとかいう怪しい資格取って女性向けの AV 出て歌舞伎町でホストになってゴリゴリに浮気して奥さんにバレて別居してるようなどうでもいい一般人がアードコーダーほざくなしこって寝ろ。よく知られたな内山マロのこと。ラジオネーム、ブラザーフットオブスティール。有吉さん、個人的にぶん殴りたくなる顔面ナンバーワン俳優こと野村周平の大根野郎が自身が出演した映画のイベントでこんなことを言ってやがりました。小栗旬、妻夫木聡らと共演した今作品の撮影ではビルの11階の高さから宙吊り状態を経験。イベントでは監督に対して昼休みが一日中宙吊りでした、試練かなと耐えましたが監督は有罪です。うるせえよガタガタ言ってんじゃねえタコは。ゆとりを盾にいつまでおしゃぶりしゃぶってるつもりだおい。映画っていうのは昔から早ければ来年夏開演予定だそうです。これは朗報です。おちんちんヌーディストの私もこの公演なら防犯ブザーに怯えることなくおちんちんヌーディストできます。でもパリは遠くて行きません。そこで小池百合子都知事、都内の公園大きくなくても大丈夫です。小さな森と芝生の丘のある公園をヌーディストに開放してください。こういうのっていつも思うけど、そのヌーディストビーチとかもあれ別に普通の人も裸になら行けんのかね。行けるよね多分ね、全員が裸になれば、ね、っていうことはこの公園も何でもないのに行く人いるんだろうな。まあでもヌーディストにとってみればそれでいいんだよね。別にそれ見られてもね、こっちの味方にすればいいんだからね、うん。昔はいいなとヌーディストビーチ行きたいなと思ったけど、うん、今そんな行きたいと思わないね、なぜか。まあ、そうですね、恥ずかしいですねやっぱね。恥ずかしい、はい、
恥ずかしいで見られるのか見られるのがとかいうかその感じがねいつも服着てるのに裸で登場っていうのがちょっとやっぱり裸で登場っつってもみんな裸だからみんなまあ銭湯みたいなもんだからねいわゆるあ気持ち的には日焼けしたり、うん、こう全員がこう、まあ、ビーチベッドで寝たりするっていう今ヌーディストビーチの説明しないでそれは知ってるからみんなの 共通認識の中ではい今想像してる気持ちの問題言ってるからすいませんシンプルに謝らないでください。いくつになった？今51歳です。一郎だね。一郎だねって。一旦ブレーキ。ラジオネームペケミニ。有吉さん、ムッツリヤリチンこと川谷絵音のシャバ像がツイッターでこんなこと言っていました。ZIP 東京の公演をもってインディゴラエンドとゲスに極み乙女はゲスの極み乙女は当面の間。ライブ活動を自粛いたします。いつも応援してくれているファンの皆さん本当に申し訳ございません。必ず戻ってくるので待っていてください。はぁ、だっせぇ。お前必ずケツの吹き方くっそだせぇな。中途半端な面した女を 2,3 人抱いてくれて活動自粛してんだよねタコ。ミュージシャンだったらこのタイミングでなサザンオールスターズの女呼んで武器のカバー出すんだよ。口八丁手八丁でベッキーの人生めちゃくちゃにしてよ。サンミュージックの台所火つけてよく知らねえ未成年の三流タレントに酒飲ませてチンコ突っ込んでよ。そんな男が女呼んで揉んで抱いていい気持ち女なんてそんなもんさって歌ったら最高にかっこいいじゃないかよ。声ダメみてえな面してんだから女遊びも芸の肥やしにしろブス。お前ほんとしょうもねえ歌舞伎役者みてえな野郎だな。中村絵音襲名してやっからよ。酒飲んで世田谷警察署の前赤信号無視して謝罪会見で不託の不特に立つところですに一点張りしてるバカ。すごい。あの人自粛するんですか。どれぐらい自粛するんですかね。12月31日持って一応休ああ休むっていう。でもそこまで活動するってことなんですね。それオールスター川下さん。A ちゃんになり損ねたレザーゴリラこと高橋ジョージ氏が中村雅也、西名雅樹とともに。罰あり三人衆としてダウンタウンデラックスに出演をし元奥さんについてこんなことを言ってやがりました。レインボーっていう名前の犬を飼ってたんですけど犬も一緒に出て行ってしまってそれがある日元嫁さんの SNS を見てたら犬の名前が変わってたんですよ。三つ豆になってました。おいクソジョージ、そのエピソードを別の番組でもドヤ顔で話してたけどよまさか鉄板だと思ってんじゃねえだろうな。一応言っとくけどクソつまんねえぞ。ネットストーカーじゃあるめえし別れた嫁さんのブログ覗いてごちゃごちゃ言うなマジで。ちなみに三船が飼ってる犬の名前三つ豆じゃなくてお豆な。一日三回三船のブログ見てる俺が言うんだから間違いねえわ。以後気をつけろドジ。一日三回三船美香のブログ見るなよ。ペケミニ。昨年20歳年下と再婚したクソヒゲラクダことラモス・ルイの尿袋野郎が港区に最近のやつまとめて入れてくるなよ。クソヒゲラクダことラモス・ルイの尿袋野郎が港区の高級焼肉店で独身の OL と食事をした後タクシーの中でディープキスをし始めその一部始終を見ていた女性自身の記者に直撃をされると慌てながらこんなことを言っていました。キス？いやいやいや覚えてないよ。ほっぺだよほっぺ。ほっぺにしたと思うよ。口づけは奥さん以外にはやらないよ。僕は奥さんを心から愛してるから不倫なんてありえないよ。言い訳するつもりはないけど記事の書き方は気をつけてくださいね。僕は奥さんを魂で愛してるんだよ。お前ドーハでもみっともなかったけど港区でもみっともねえな。マジでバブル期のサッカー選手ってクソばっかじゃねえか。年俸ドルだけ取ってしょうもねえプレーしてよ。現役時代の自慢話っつったら派手な女遊びばっかでなワールドカップ目前でイラクにひっくり返されて不倫相手とセックス目前で週刊誌にひっくり返されてお前が言うサッカーの神様が本当にいるならよ真っ先にお前がバチ当たらなきゃおかしいだろ。今すぐその汚いロング引っこ抜いてなアルシンドになっちゃうよ。あ、キサザワもな。キサザワ関係ねえだろ。キサザワ関係ねえだろ。あげとこう。パン。ラジオネームダヒ。有吉さん、人のチンチンを見て育つこと小学校の男子トイレを
洋式の個室だけにする動きが進んでいるとのことです。理由は小便器があると個室に入った時排便だって元嫁さんの SNS を見てたら犬の名前が変わってたんですよ。三つ豆になってました。おいクソジョージ、そのエピソードを別の番組でもドヤ顔で話してたけどよ、まさか鉄板だと思ってんじゃねえだろうな一応言っとくけどクソつまんねえぞネットストーカーじゃあるめえし、別れた嫁さんのブログ覗いてごちゃごちゃ言うなマジで。ちなみに三船が飼ってる犬の名前三つ豆じゃなくてお豆な一日3回三船のブログ見てる俺が言うんだから間違いねえわ以後気をつけろドジ一日3回三船美香のブログ見るなよ大丈夫ペケミニ。昨年20歳年下と再婚したクソヒゲラクダことラモス・ルイの尿袋野郎が港区に最近のやつまとめて入れてくるなよクソヒゲラクダことラモス・ルイの尿袋野郎が港区の高級焼肉店で独身の OL と食事をした後タクシーの中でディープキスをし始め、その一部始終を見ていた女性自身の記者に直撃をされると慌てながらこんなことを言っていました。キス？いやいやいや覚えてないよ、ほっぺだよ、ほっぺ、ほっぺにしたと思うよ。口づけは奥さん以外にはやらないよ。僕は奥さんを心から愛してるから不倫なんてありえないよ。言い訳するつもりはないけど記事の書き方は気をつけてくださいね。僕は奥さんを魂で愛してるんだよ。お前ドーハでもみっともなかったけど港区でもみっともねえなマジでバブル期のサッカー選手ってクソばっかじゃねえか。年俸どれだけ取ってしょうもねえプレーしてよ、現役時代の自慢話っつったら派手な女遊びばっかでな、ワールドカップ目前でイラクにひっくり返されて、不倫相手とセックス目前で週刊誌にひっくり返されて、お前が言うサッカーの神さんが本当にいるならよ、真っ先にお前がバチ当たらなきゃおかしいだろ今すぐその汚れロング引っこ抜いてなアルシンドになっちゃうよあ、北沢もな北沢関係ねえだろ北沢関係ねえだろあげとこうパンラジオネームダヒ、有吉さん、人のチンチンを見て育つこと小学校の男子トイレを洋式の個室だけにする動きが進んでいるとのことです。理由は小便器があると個室に入った時排便だと分かり同級生にからかわれるからだそうです。バカ野郎、うんこはみんなするもんだ、教えるのが教育だろう。問題から目を背けんじゃねえ。40超えてな、毎週日曜8時アナルアナルって喜んでる、うちの有吉さんに恥かかせんじゃねえぞ私はトイレでクソすんのがやっぱ